受け取ってくれる？師匠、あまり自分を責めないでくださいね。私たちにやれることは全部やったじゃないですか。ネオン、しばらくはそっとしておこう。はあ、ほんとどうにかなりそう。やっぱり。そんな様子だと思いました。私と会話する気分ではなさそうですから、ただ聞いていてくださいね。今回オペレーター通信を通して私も皆さんの会話を聞いていました。特にニヒリスターが言っていたこと、あなたの体の中に彼女の望むものがあるって言ってましたよね。実は心当たりがあります。わざわざあなたの体を開いて手に入れる必要もありませんし、今悩んでいる問題も 100% 解決できますが、どうです？私の言う通りやってみます？大したことではありません。今から約1時間私にその体を貸してください。一種の健康診断だと思ってもらって構いません。注射をして、採血して、写真を撮って、それだけです。何をためらっているのですか？どうせこれ以上失うものもないのに。私が断言します。絶対に後悔はしません。やっぱり全て私の予想通りですね。自分の血液型はご存知でしたか？血液型がデータベースに登録されたことは？ペッパー、何してるんですか？早く！先輩、指揮官の血液型情報がありません。君と私が持つ血は貴重なもんだ。だからその血を求める奴らに狙われないように、いかなるデータベースにも登録されない。そうですか。個人の身体検査情報を隠蔽するのは難しいはずですけど、あなたを大切に思う誰かが適切な措置を取ってくれたようですね。どうしてこんなことを聞くのか気になるでしょ？おめでとうございます。祝福された RHX 型の血液型の持ち主と判明しました。いえ、呪われたと言うべきでしょうか。そうです、アンチェインドを作ることができる血液型を持ったごく少数の人間の一人、それがあなたです。気分はいかがですか？嬉しいですか？それとも気が抜けました？そうですか。あまり感情にとらわれる必要はありませんよ。あなたがこの体質のせいで泣いたり笑ったりすることはこれから無数にあるはずですから、心配はひとまず置いておきましょう。それよりも警告しておかなければなりません。これは私とあなた、それ以外には知られてはいけません。
外にいるあなたのニケたちも例外ではありませんよ。特にあのパピヨンというニケ、あなたとは違う派閥の副司令官のために働いているようですね。彼女には絶対に教えないでください。公共の利益のために犠牲になる実験動物になりたくないのであれば。素直でいいですね。さ、もう行ってください。ヨハンも私に話があるようですから、あまり待たせるのもいけませんしね。なんだ。つまらぬことを。それで、これからどうするつもりだ。アークに戻るのか。それなら、ここに残るのもいいだろう。お前はまだ気持ちばかりが先走っている青二歳だが、私ならお前を一人前の指揮官に育てられるからな。なんだ、信じられないか。まだ覚えている者がいるかはわからないが、アークのマスコミには神聖と呼ばれていたんだ。指揮官としてお前の上に立つ資格があるという意味だ。そうだ、当時のお前はまだ幼かっただろうから、おそらく覚えていないだろうが。なんだそのキラキラした目は。いや、気持ち悪いからやめてくれ。特にセシルの前ではな。